どうも皆さんこんにちは、たらさんです。熱い思いを動画で語る対談シリーズ、ダイアログシリーズを今日もやっていきたいと思います。今日はゲストで大丸商事の櫛井さんに来ていただきました。どうもよろしくお願いします。まずはじめに自己紹介からお願いします。はい、有限会社大丸商事、留萌でね、燃料屋さんをやってます。はい、で今事業としては燃料ガス販売、それと灯油販売、それとコインランドリー事業を3年前からかな、はい、始めていて、今ちょっといろいろと楽しく、やってるところで、いやこの対談前に、機材セットの確認でちょっと雑談をねしてたんですけど、その中でもうめちゃめちゃ熱い話めっちゃ聞けてたから、雑談1時間ぐらいして雑談の方で1時間になっちゃって、今改めてちゃんとね対談の動画として撮り直しみたいな。もう喋ることない。いや、まあさっきの話もうちょっと掘り下げつつみたいな感じでやっていけたらと思うんですけど、メインではどっちっていうか、こう燃料系とそのコインランドリーの方とどっちの方にこう最近はコミットしてるみたいなところってある？両方、そうですね、両方かな、両方なんですけど、一応うち僕が兄なんですけど、弟の陽介っていうのが社長をやっていて、社長が主にその燃料業っていうのかな、もうまあ社長業ですけどをやっていて、で僕が専務になるんですけど、まあ燃料の方と、あとはそのコインランドリー事業の方は基本的には僕が担当してやってる感じですね。なるほどですね。なんかあれじゃないですか、YouTube でもコインランドリーめっちゃすごいじゃないですか。いやなんか留萌でこう熱い人たちを紹介するみたいなところもこの対談シリーズの中ではコンセプトとしてあるので、なんか留萌でこう動画やるってつまり熱意あるってところになんとなくこう行き着くっていうか、やっぱり普通に経営してる方たちと、その経営にプラスその YouTube とか使ったその自分たちのその活動っていうか、その櫛井さんとかがやってるような YouTube だと特に裏側みたいなところっていうか、そのコインランドリーっていうもののさらに裏側っていうところだとか、よりこうお客さんたちに近い部分の動画っていうんですかね、そのお客さんたちが知って得をするところというか、そういうところに絞って動画投稿で結構やられてるじゃないですか。なんかそういうところをしっかりやってる企業さんとか、そういう事業をしてる方たちってやっぱり普通にコインランドリーやってる人たちよりもやっぱ熱意があるというか、そこをしっかり目指してっていうところがあるのかなとか思って。ね、そんなかっこよくなくて実は最初コインランドリーやって、はい、僕も何にも分かんなかったの。コインランドリーがいいなと思ってて、自分も選択する、僕家事全般好きなんでやるんですけど、コインランドリーを使おうと思った時に、やっぱ今の時代 YouTube とか動画検索とか、いろんなインスタグラムとか Twitter とかいろいろ検索すると思うんですけど、あんまり有益な情報がなかったんですよ。なかったの、もう3年前ぐらいかなだと思うんですけど、なくて。だったら自分で撮って自分で勉強しながら、そうだから僕ね、本当こんなこと言ったらあれだけど、すごい分かって喋ってた風だけど、今そこで Google で調べたことを喋ってた。なるほど。いやでも YouTube って結構すごいありますよね。あ、そうだね、そうだね。そうでで実はそういうふうに動画を投稿してて、最初それこそ機材もないし何もないところからやってたんですけど、最初ね、初めて2ヶ月3ヶ月ぐらいはチャンネル登録者30人と本当お友達だけだよね。いやいや、そうですよね。そうだったんですけど、それからこう結構いろいろ Google の方でもおすすめに出たりとか認知をされて、で今4300人400人ぐらい、4400人ぐらいいますよね。そう、皆さんに登録していただいて、いや素晴らしいですね。そうこれね、面白いの、本当アナリティクスも見れるんですけど、本当に面白くて、本当皆さんね見ていただいてありがとうございます。チャンネルの概要欄のところにも URL 貼ってますので、はい、ぜひ見てください。はい、自分が楽しいとか、あとはその僕お洗濯大好きなんですよ。はい、なので自分がお洗濯する時に困ってることとか、どうしたらいいんだろうっていうことを一生懸命動画にしてるんです。あとは結局これから使いたい人とか、が迷わないようにやってる。だから別にうちのお店使ってくださいってことではないです。あくまでもコインランドリーがすごくいい、コインランドリー本当にいいのみんなで本当にいいんですけど、それを伝えたいっていうのと、あとは皆さんがなるべく失敗をしないように、なるべくお安くやりたいっていうか、いろんなそのお客さんのニーズにちょっと全国の皆さんのニーズに応えれるようにしていこうと思ってるだけで、うちの何か認知度を上げようとか、そういうことは一切ないかな。コインランドリーそのものをっていうかは、もっとちゃんとそのお洗濯事情をみたいなところをしっかりしていきたいみたいな。その洗濯とか、そのお掃除とかっていう部分はやっぱり興味があって、うん、好きなことだったからよりやりやすかったみたいなとこは。そう、あとはね、うち燃料屋さんなんで、コインランドリーの乾燥機ってガス乾燥機なの。なのでこう自前ので燃料が調達できるっていうのかな。そこが一番大きかったり。それとね、ルモイに関してはすごく場所がいいんですよ。うちのもともと警察署があって、ツルハさんがあったり、スーパーがあったりして、すごく皆さんが車通りも多いところで、あそこでね事務処理しておくのがもったいなかったの。なので事務所なんかどこでもいいようだから、なのでそこで何か皆さんのお役に立てることができればいいなと思ってて、それでやったっていうのが一番なのかな。いや、いいですね。やっぱ場所とかもコインランドリーやる上ではやっぱりいろんな人に来てもらわなきゃいけないとか、足を運んでもらわなきゃいけないっていう部分が、場所でも場所9割、場所9割。確かにあそこってなんだかんだで街中っていうか、こう国道よりちょっと外れではあるけど、あの辺ってめっちゃあれですよね。そう、ルモイの人だとみんなあそこは知ってるっていうところなんで。もうね、僕 YouTube3 年くらい。はい。3年前でももうどうかなって感じだったけど、いや今分かりますでしょ。でね、もう今もうね、こんなこと言ったらあれだけど、 YouTube もこの後どうなるか分かんないし、動画っていうものがある程度当たり前になってきてるから、多分もっと先のこと考えていかないとちょっとね難しいと思うよ、いろんなことね。 YouTube やるのは全然悪いことではないけど、それ以外の部分でしっかり考えを持っておかないと。そう、要はさ、その YouTube もそうだし、Instagram、例えばストーリーみたいなのもあるけど、ああいうのってその例えば Google とか Facebook 社が提供してるサービスを僕たちが一部間借りをしてやってるだけに過ぎないので、どんないいコンテンツを作ったって、今日で YouTube やめますって Google が言って全部消されたら終わりなの。終わりなの。そこに依存してるのはそう、それはちょっと危険だし、あくまでもそのベースになるものは何なんだっていう。っていうことで、常に新しいことを、新しいとは言わないけど、その時代時代に必要なものをちゃんと追っかけていかないと、もうね本当に早すぎて。いやー、本当そう思います。だから今このコロナでさ、みんな大変じゃない、はい、で大変だって言ってる人たちもいっぱいいるけど、その人たちはねやっぱ考えてないと思うよね、先のこともそうだし、で先が分かることってないじゃない、コロナの前も、コロナの前もないの。そうなの、明日どうなるかとか、この商売どうなるって誰も分かってなかったはずなの。でもこのコロナのせいで10年かかるであろうものが1年ぐらいになった気がするのね。ああ、確かに確かに、分かります。速度がずっと速かった、世の中ってすごく流れていて、例えば今から20年前を振り返ったら、全然違うでしょ、10年前も違うでしょ、ところがさ、その時代を生きてるとこう流れの中だから分からないんだよ、変化がね。僕ら今もそう、今もすごく変わってるんだけど、これが10年後にこの動画見たら、こんな感じで撮ってるのみたいになるの、絶対ふるってなるんだよ。 4K 何それみたいな。だからね、僕たちがいくら想像したりいくら悩んでも、もうねそういうものには勝てないと。だったらこう、そういうものにちゃんと身を任せられる自分、バランス感覚がよくいける自分を整えていた方がいいと思う。なんかね、自分で新しいこと考えるとかね、そんなおこがましいことできないって。あるものでやるしかないですね。あるものとか、よっぽど何かだったらあれだけど、あとはこうどこで誰かがどう認めてくれるかでしょ、結局世の中の価値って多分そこなのかなと思うの、仕事だとしたらね。だからそこで迷わないように、例えばいろんなことをいろんな人が言ってくるけど、迷わずにね、やりたいなと思うことをまずやって、ダメだったらダメだったなと思って反省して、いやダメなとこでやめちゃったらダメだけど、もうね誰に何も言われる筋合いはないし、僕もなんか結構好き勝手言ってるけど、なんかだって失敗しても自分でしょ。まあ僕専務だから最後泣くのは社長だし一緒だけどね、一緒の経営者だからあれなんだけど、はい、そうだからねいいの、自分のことはね自分でケツ拭けるようなレベルであればいいの、どんだけ失敗してもね誰に何言われてもいいの、だって楽しいんだもんと思うでしょ。そうですね、そう楽しいの、仕事してたらすごい楽しいしね今ね、うん、かな。でちょうどね今4月5月なんですけど、5月の13日に札幌にコインランドリーからもう今これもね実はコロナでいろいろあってもう1年以上前から動いてて、やっと本当にやっと本格始動というか、そういろんなことがあってね、そう本通り、札幌の本通りの方にして、ローソンさんの横でかな、ちょうどまだ今建ててるところなんですけど、すごいとこでねそこもやれるようになったりとか、それも結局いろんなテナントで入るので競合がいるんですけど、もともとそのうちが入ろうと思ってて、まあいろいろちょっとお話をさせていただいてる中で、結局ちょっと家賃の折り合いが合わなかったりとかしたんだけど、でも結局うちを選んでくれて、向こうがねローソンさんが選んでくれたりとかしたのもあったので、まあそういうのもやっぱこう YouTube をやってたりとか、しっかり芯ぶれずにこういう基本経営理念っていうのをしっかり持ちながら僕たちがやってるので。会社の経営理念とコインランドリー事業の経営理念って実は2本立てでちゃんと分けてちゃんと別々にやる、そうしっかりとこの事業は何のためにやってるんだっていうことがあったりとか、そういうのもしっかりと方向性出しながらやってる。ブレちゃうんだよね、ブレちゃうの。そうですね、やっていけばやっていくほどにだんだんいろんなのがこう来るとブレていってしまう。ブレちゃうよね。でもね本当何を言われてもブレなくていいと思うよ。これからの世代は特にそう、本当にそう、好きなことやってね楽しんでね、やったらいいと思う。ただ自分のやりたいこととかその方向性っていうのはしっかりぶれないように最初のうちにちゃんとある程度自分の心の中では持っておいて、でいろんなことに挑戦して、まあその中で、まあ、失敗したら失敗したでそれも経験として。そうだね、まあ新しいこの手段でというか、なんかねいろんなこと言う人いるから、あでもねこうでもない、その時にねブレちゃうのよ、ブレちゃうの、ブレちゃうし、あとはこう自分の中でもブレてくるから、その時にこう自分何のためにやってたのかなとか、そこを見つめ直すっていうシーンはやっぱり必要かなと思うよね。それ YouTube だけの話じゃなくてやっぱりいろんなことに言える話だから、これからの世代もそういうところをに気をつけてっていうか、なんて言うんでしょうね、そこをこう気に留めておいて、いろんな活動してほしいですよね。そうもうね楽しいことばっかりやった方がいいよ。もう本当ねもう楽しいことじゃないとね続かないよ、続かない。仕事は違うってみんな言うけど、そんなことないと思う。仕事にも仕事の楽しいところがあるし、なんか楽しくないことだったらやめた方がいいと思う。まあそれができないからね大変なんだろうけど、そういうふうにこうなんだろうな、抑圧されない社会というかね、そういう環境を作っていかなきゃいけないのは多分僕らの世代だし、僕も47になるんですけど、そうだからこれからですよね考え方も見た目も考え方はね昔からこんな感じ、本当にちょっと変わってるので、でも本当いろんな大人がいてね、いろんなねこうね若い人にねもう文句を言いたかったりとかね、ああだこうだ言いたい人もいるの。間違いじゃないこともあるよ、でもね大抵間違いだから、例えば何か自分が不安に思ってることとかって、誰かに言われたらやっぱりそうなんだってやっぱり思っちゃうし不安になるじゃない、そうでもね不安に思わなくていいんだよ、そうだって大抵のことはうまくいかないし、大抵のことはうまくいくんだよ、もうねとりあえず何かやらないと結果が出ないから、多分僕今47でしょ、これから今やりたいことが結構いろいろあるんですけど、これをやらないで60になったらすげえ後悔すると思う、あの時やっときゃよかったなって、で50歳の人は40代の時はよかったなって言うし、40代の人は新入社員の時はよかったなって言うの、で新入社員はね高校生の時はよかったなって言うの高校生はさ、ね、まだ義務教育の時はよかったなって言うの、つまりさ今が一番いいんだよ、何でも。だから寺澤君ももう今が一番いいの、今だよ、明日じゃなくて今がいい、僕も今が一番いい、何かをやろうとか何か思ってることとかチャレンジするとかやめるとかもする、あとやめることって大事だからね、これやることよりもやめることってすごい大事だ、そっちの方向で語ってくれる大人ってなんか多分いない人の方が多いっていうか、みんなね怖いんだよ、みんな怖いの、やめられないの、そうですね、例えばさ、じゃあ動画編集をやろうとか YouTube やろうっておーってできる、やめるってできない、仕事とかもそうでしょ、一度や始めたことをやめるってなかなか勇気がないのよ。ですぐやめちゃうの、やめる勇気すごいからそっちの方がそう。でもね、やめる勇気ってねとかやめる時の労力ってやる時のね10倍も20倍も使う、いっぱいいろんな人が関わってたりとかいろんなことがあるし、はい、そこまでにかかったお金とか、労力とかも含めるとなかなかやめれない、でもやめないと次のことできないから、もうこれは絶対そう、みんなそう、本当に今あるものを捨てないと新しいものを拾えないって日本しかないからね、そうですよね、だからこう捨てる勇気っていうのかな、やめる勇気っていうのかな、もうね本当それをね若い人にねめっちゃいいっすね、伝えてやるのは簡単、本当簡単なの。あといろんなことっていうのは絶対に結果が出るの、良くも悪くも出るの、絶対に出る。だから問題を先送りにしたり、あとはそこの問題に着手しない人っているでしょ、絶対に良くない。そうですよね。そう、物事は明日になればなるほど、特に悪いことね、は明日になればなるほど悪くなるから。であれば今良くても悪くても結果が絶対出るから。絶対出るの。取引先とうまくいってないとか、これどうしようかな、ああしようかなってみんな悩むの。いろんなこと悩むんだけど、でもね本当今解決したり今着手しないと明日やった方がもっと面倒くさいし、もっとトラブルになるから。であればどっちみち結果が出るんだったら嫌なこと先にやっちゃった方がいいんだよ、嫌なこと嫌じゃなくしておくっていうのは、いやーなるほどですね、避けられないから、へえ、ああいいですね、それ避けられないの、これはね絶対に結果が出る、もうこれは結果が出ないってことはね、どんな結果かは分かんないよ、結果は変わるけど、でも間違いなく結果が出るからなるべく早く先にいろんなことをやっておいた方がいいよ、本当いいよ、本当みんなそう今やった方がいいよ、悩んでたら、いや今の時代特にそこが大事ですね、早いからね、はい、めっちゃ早いですよね、何でもかんでも、いやもうなんかさっきもちょっと言いましたけど、この対談前にもね雑談の中でこういうめっちゃ熱い精神的な部分の話っていうのをすごいさっきしてて、すごい僕の中でも気づきがあったっていうか、今この動画でこの話聞いた人たちもかなりそうだよなって思うところとか、いっぱい感じ取る人多いと思うんですよね。でも結局自分の中に落ちてこないと、だから自分が「へえ」へえと思うぐらいだったら変わらないから、だからいいの、もうどんな話も。これ聞いて、例えば僕の場合だとなるほどなってなって、でそれで次に生かすとか自分の中に落とし込めた人たちはそれで活動すればいいし、そうだし、そうじゃないと思ったらそうだし、それこそそうなった場合はこういう話、自分の中で落とし前につけれる話をしてくれる人ってネット上にいっぱいいるし、そういう人とかもっと外にというかね、目を向ける場所をもうちょっと変えた方がいいよね。セミナーとかも今 YouTube とかもただでいっぱい、そうですね、もう素晴らしいですよね。あれ結局なんでかわかる？あれはそうですね、あれね、例えばセミナーって会場を借りて100人なら100人集めて会場費をもらってやるでしょ。そうすると行く労力、来てもらう労力いっぱいかかるけど、 YouTube だと何千人という人が見て視聴回数が伸びて広告がついて動画こういう会議室で撮ってあげるだけで同じお金が入ってくる。わかる？そっちの方が効率いいし、そう効率がいいし、より多くの人に伝えられるし、魅力とかいろんなこともうね時代は変わってるの、本当に変わってるのだから、あれをそうなんかあんなものただでね出してとかって人いるけど、あただじゃないんだよ、ちゃんと違う、ちゃんとその先にあれですね、仕事に結びついてる部分があるとか、いろんなことがあるんだよ。だからそこに気づけない人っていうのがやっぱりいるし、既存のねテレビとか広告とか、まあいろんなねそういう人、そういうところでご飯食べてる人には申し訳ないけど、ああいうものっていうのはどんどん変わっていくし、廃れていくと思うし、いろんな形で方向が変わっていくから、そこに乗らないといけない。例えばクラブハウスもそうだし、例えばインスタグラムのインスタライブとかみんなやるじゃない。ああいうものをなんでやるんだっていうことに気づけない大人がいっぱいいるので、そんなものに分からなくて、ねまあ、今集まれないけど飲み屋さんでね、我々2、3人で集まってさ、文句言ってる、メーカーなんだって言ってるようなところの会話なんか本当無意味ってことじゃないですよね。だったらもっといっぱいこうためになるとか面白いことっていうのがいっぱいあるし、そうそう楽しいこといっぱいあるよ。なんか今の若い人いいなと思うよ。僕ら若い頃にこういうのあったら面白かったなと思う。そしたら最後に質問なんですけど、まあそんなね精神的な部分とかもものすごく熱い気持ちを持っていて、でなおかつ YouTube の発信とか、コインランドリーっていうねものをこれから第2号店第2店舗もオープンしてっていう形で、もう最先端ですよね。もうルモイの中でもめちゃくちゃもう本当にこう動きの速い人っていうか、とにかく挑戦している串井さんなんですけど、そんな串井さんが今後、まあ、その第2店舗ももちろんそうなんですけど、今後もっとこういうことに挑戦していきたいなとかっていうのは、もう全然大きくでも構わないんですけど、なんか今後の目標とかやっぱね、本業として今ルモイですね、料理屋さんもやらせていただいてるんですけど、はい、まあ人口も減ってきてね、まあ、なかなかこうそこの地域だけでっていう商売ってのはちょっと難しくなってくるかなと思ってるんです。ルモイに限らずね、いろいろ。で札幌で今お店やりますけど、札幌もねもうルモイから見たら都会だけど、日本的に見るとやっぱだいぶ下火なんだよって感じのがあるので、まあいろいろこう自分のもう、ある程度いい年だけど、あと何年かはしっかりいろいろまずはチャレンジができる最後かなと思ってるので、コインランドリー含めていろんな話が今あるから、まあそこで臆せず。まあ失敗したらしょうがないから柔軟に対応してみたいな感じっていう感じかな。はい、はい、ちょっとまあ言えること言えないこといろいろありますけど、まあとりあえず今はコインランドリー事業をね、ちょっとまあ札幌でも 2,3 店舗やりたいなと思ってるので、そうそうそうかな、そんな感じかな。あとはまあ YouTube もねもうちょっとやれればいいんだけど、ネタがないんだよね。厳しいですよね。なかなかね難しいですよね。ジャンルによるネタの縛りって結構ありますね。そうあるね。そうそう。なのでまあそこも含めてまあ自分の楽しいと思えることをこれからやっていきたいなと思ってます。いや素晴らしいですね。いや本当に今日はめちゃくちゃためになりました。もう人としてちゃんとこうもう一歩進みたいなって改めて思えるようなタイプで、はい楽しいこと挑戦していきたいなと思います。はい、ということで今日は、大丸商事の串井さんですね、登場していただきました。こんな感じでダイアログシリーズでは熱い思いを対談形式で語って動画に残していくという企画、これからもやっていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日は、大丸商事串井さん YouTube もやっています。概要欄に、URL 載っていますので、ぜひそちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今日はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。